なんかサッカーが日本代表ドイツに勝って次コスタリカに負けたらしいですね、まあ、私には全く興味のないことですけどもねそもそもサッカーは見たこともないし選手の名前も知らないしでこういう時だけわっとねサッカー日本だーっつっらね盛り上がるもういわゆるにわかファンってのはどうなのかなと思いますけどもでもねにわかがいるからだからこそそのファンの裾野って広がると思うんですよ。 だから私はね、にわかは大事だと思いますし、どんなマニアも、にわかからスタートなんですよね。なのになんかね、自分が長年、例えばサッカーならサッカーのファンやってきて、普段関心がない人が、サッカーの話を出すとね、おい、何も知らないのに、にわかが盛り上がってんじゃねえよっていう人はいますけども、いや、あの、じゃあ、コアな人だけでね、マーケットがやっていけるのかと、コアな人しかいないところで、やっぱ俺たち身内ばっかりだよねみたいになっていいのかってことですよ。 ニワカが発生するような、要するに新規さんがどんどん入ってこれるような状況を作るのも、その、いわゆるね、コアなファンの役割だと思うんですよね。それこそね、排他的な人でもう新米は、そうやっていじめ抜くみたいな、<laughs> そういうね、気持ちの狭いことでどうするんだと思いますけども、あの、よくね、漫画とか映画のコンテンツでもあるんですよ。なんかニワカファンがね、ちょっと盛り上がって、何が鬼滅の刃だよ、みたいなね、うん。お前ら最近の、なんか、 ブームに乗っかってんじゃないみたいないますけどもでも原作者の人からしてみたらそういうふうにねファンの裾野が広がっていこうとするところに自称コアなやつらがな何にわかな人を排除するような状況ってのはまさにねそのマーケットを潰しにかかってる邪魔にしか思えないんだろうなと思いますよね。まあ、ポケベルはね時代とともにその役割を終えていきましたけどもでもなんかね サッカーにしてもアニメにしても映画にしてもにわかな人がいるからこそ始まるんじゃないかなと思うんですよだからにわかっていうのはどっちかって言ったらあのクローというよりもマニアな人よりも貴重な存在ではないかなと思うんですけどねまあ YouTube とかやっててもその最近見始めましたっていう人もね多分いると思うんですけどもすごくありがたいことだと思いますし3年前から見てましたっていう人もすごくねありがたいことですよね うん、その方との縁ができたのは最近でも随分前から見てくださる例って多いですからだからにわかとかねマニアとかって色づけするんじゃなくてあの、まあ、みんなお互い様なのかなというとこじゃないですか、うん、いやまあでもねあ,のあるんですよそういうのが私もあのトランザム買った時にねやっぱこう YouTube 上げるじゃないですかありましたよあのまあわかるんだけども お前ら何も分かってないのに乗ってんじゃねえよとかね。お前トランザム乗る資格ねえよみたいなね。いや乗る資格も何も免許があって、車が帰れば乗ることはできるだろうみたいな。もうなんで俺の所有物まで文句言わなくちゃいけないんだってところもあったり、まあでもね、私が多分そのナイトライダーとか乗ってて、いい加減な態度を取ってると、やっぱアメ車乗りって無礼なやつばっかりだよねとかね。心の狭いやつらばかりでオレオレだよねとか。 なっちゃうんでやっぱりこうサッカーで盛り上がるのもいいんじゃないですかそしてサッカー盛り上がったけどもブームが去ったらもう関心を寄せなくなるのもいいんじゃないですかでも一定のレベルで、うん、盛り上がった時に興味を持ってそっから本当にファンになる人もいますからねそうやってそ乗ってどんどん広がっていくと思います。いってらっしゃい